さて、竜の卵、飛竜の卵を返すのにね、竜炎石を5つ集めろと言われたので、集めておきました。まあ、早速、じいさんにね、話を聞いていきましょう。あ、藤子、その様子だと竜炎石を手に入れてきたようですの。そろそろだと思っておりましたわ。それじゃあ、明日に持ってきた竜炎石5個を渡してください。よし、これで準備ができただ。早速、卵を持ってきて、孵化させてみるだよ。どんな可愛い子が生まれてくるのか。飛竜は気性の荒い生き物。同じ飛竜同士で喧嘩することも多いでな。よう炎を吐いて相手をビビらすんじゃ。竜炎石はその炎を何十年も何百年も浴びて熱を蓄えできた石。その独特の熱さが中の子供に母竜を思い出させるんでさ。竜は子育てしないタイプの竜なんだね。ん？飛竜は子育てしないんだね。竜炎石の凄さはそれだけじゃねえ。この石で温められた卵はみるみる成長し、中の飛竜はどんどん大きくなる。言ってるそばから来よるぞい。おめえさんの飛竜の卵が帰りますぞ。お、楽しみ。さ、どんな子が生まれてくるかな。あら、かわいい。あ、でもやっぱ子供にしてはでかいね。目がかわいいね。お、すり込み完了か。おー、かわいいじゃないか。でも本当にこいつに乗っていけるか。いや、さすがにちょっと乗っていける大きさじゃない気がするんだけど。ちゃんとおめえさんを親として認めてくれたようですな。これは意外とかわいい。こいつも大きくなったら憎たらしいポンコツになるんですかね。竜炎石で生まれた飛竜はすぐに人を乗せて飛べるそうですからな。本当に？今すぐおめえさんを空に運んでくれますぞ。だども、その前にこの飛竜に名前をつけてやらんといけませんの。え、あー、つける感じね。ちょっとね、いい名前が思いつかなかったので、体の色からね、白いのと呼ぶようにしましょう。じゃあ行くぞ、白いの。うん、こそばゆくっていい名前ですの。おめえさん、名付けのセンスがありますな。まあまあ、それほどでもないですよ。聞いたか？白いの。今日からのおめえさんの名じゃぞ。ごめんね。ちょっと名付けのセンスなくてごめんね、白いの。めっちゃ暑そう。生まれていきなりあのように空を舞うとは、なんと元気のいい飛竜の子ですじゃ。さて、ここからが本番ですぞ。まあ、習うより慣れろと言いますからな。まずは竜笛を使ってみるのが一番ですな。竜笛を吹けばちゃんとこの子はおめえさんのとこに来るはずですからの。自信を持って吹いてみておくんなせ。そっか、前回酷評だったんだけどな。竜森に伝わる技は卵を返す方法以外にも
まだまだありますでな。ちょっと藤子さんの笛は酷評されてるから心配なんですけど、しばらくしてこの子を乗りこなせるようになったらまたわすのところに戻ってきてくだせえよ。んだば、大事なものから竜笛を使ってこの子を呼んでみてくだせ。わすはこの辺で見守っておりますぞ。自分で飛び回れる感じなのか。大事なもの、竜笛。え、ワンドーラの前、え、あ、間違えた間違えた。いや、どこにいんの、え、どこにいんの今。いや、ワンドーラすぐそこにいるじゃん。どういうことだよ。さあ、これが飛竜に酷評された藤子の竜笛です。あー、白いのはちゃんと来てくれたね。よかったよかった。ジャブ力すげえ。めちゃめちゃ飛んだじゃん。で、これは空を飛び回るか使う。本当、おお、本当に行く感じだ。へえ。いや、とかドラクエ10の世界をさ、こうやって見るの初めてだよね。いやー、すごいすごい。ああ、なんとなくこれで前景がわかるよね。ここが、ラスダンのとこだね、これね。で、一応今は、このレンダーシアの周りしか行けないんだよね。あ、レンダーシアの外には出れないようになってるね。いやー、もう、いいね。じゃあ目的地はとりあえずここですので、ここでいいのかな。エテーネの島。あと、ここにもさ、なんかあるんだけど、これなんだろう。これわかんないな。まあ、とりあえず今必要なのはエテーネに行くことだから、え、ちょっと待って、エテーネどこ。ちょっと待って。ここ、ちょっと一周して、よし。じゃあ、とりあえずエテーネの村に降りればいいかな。さあ、久しぶりに帰ってきた故郷だよ。ここがあいつの本当の故郷か。なんか違う。人間の村なの？やべえ、プクリクモの姿じゃなくて人間の姿にしてあげればよかったかな。こりゃ、見たこともないガラクタがいっぱいありそうじゃねえですか。これは、僕の力では彼について見えないわけだ。ここは世界から切り離されていた。さあ、真のエテーネの村。これでルーラで、あ、竜笛が入った。エテーネの村が入ったね。これでいつでも行けるね。ただ気になるのはクエストがあれちょっと報告に戻ろうになってるんだよな。でもちょっと探索しようか。え、でも探索しても何もなさそうだよね。全部グッずったずたにやれてるもんね。いや、もうどこが何だったかも覚えてない。あそこは長老の家っぽかったけど。あと気になるのはこれだよね。この先なんかある感じはあるんだけど、入れないと。じゃあ今まだここに来ても、あれ、何、グルトンみたいなやついるじゃん。
花。僕何してるんだっけ、思い出せないポッケ。なんか住みついてるやついる。じゃあそれ以外は何もない。じゃあとりあえずやっぱルシェンダーのとこに一回行かないとイベントが進まないのか。イベントフラグを通過してないからか。じゃあ一回戻ります。どうだ、飛竜を見つけることができたか。はい、もう乗りました。うん、飛竜の峰という場所に現れた巨大な白き竜の導きのもと、飛竜を手に入れることができたと。とりあえずあのうさんくさい男が持ってきたものは本当に竜笛だったんですね。とにかくそなたはよくやってくれた。さあこれは今回の報酬だ。ご苦労だったな。よし、まあ、これをやっとかないと多分先に進まないようになってるんでね。これでエテーネの島に渡る準備は整った。そなたは飛竜を買い、ごめん行っちゃった、ペガサスの眠るエテーネの島に向かってくれ。エテーネの島はレンダーシアの内海、そのちょうど真ん中のあたりにある。手がかりは少ないが、そなたならきっとペガサスを見つけてきてくれると信じている。頼んだぞ、勇者の盟友よ。じゃあここで受けるわけじゃないのか、クエストを。大空を飛べるなんて本当にすごいわ。もう乗りましたけどね。そういえばエテーネってあなたの故郷だったわよね。どうやってそんなところからこっちへ渡ってきたの？ああ説明、はい説明。それは話せば長い話に。そうなんだ。まあいいわ。いよいよ大魔王との決戦が近いのね。一刻も早くペガサスを見つけるわよ。いざエテーネの島へ。やばい、ごめん、話がちょっと前後しちゃってごめんなさい。もう行った後なんです。あれ、やっぱクエストない感じか。じゃあもうルーラで行ってきていいですかね。眉がちょっとあれですけど、じゃあ向かいます。さてエテーネの村に来たはいいけど、いや何にもないんだよな。こいつも何もないし。ってことはあれか、ここじゃねえのか、村の外か。スライムとかいると、もうなんかすごいのどかだね。お、ピエール、お疲れ。どこ行けばいいんだろう。とりあえず村には何もなかったからな。谷間の広場ってとこ行ってみるか。この先になんか草原があるな。ここ何？こんなとこもともとあったっけ？最初来た時は進めなかったとこかな。え？ナルビアの街とか俺知らないよ。ちょっと街あるから行ってみるか。ここちゃんと人いるじゃん。ここちゃんと人がいるじゃん。ただ何もないはないんだけど。あ、藤子さん。藤子さん。懐かしい。作ったね、藤子さん。綺麗な街ではあるんだけどね。いかつい見た目の借金取り。ちょっと。武器ギアとかさ。どれぐらいの強さのもんが売ってんの？ああ、強い方のやつ売ってるね。めっ
ちゃ強いやつ売ってるね。あらららららららあら、魔人の鞭とか、さすがにでも下がるよね。今結構強いもん作ってるからね。いや、じゃあ始まりの町にしてはちょっと物強すぎない？いやー、とりあえずなんかフーラーにいいものは買ってあげられるな。ちょっとフーラーがいまいちなもん装備してるかね。よし、大賢者の靴も買ってあげよう、フーラに。よしよし、いいぞ。いや、まさかこんなものが手に入るとは。まあ、それはいいとしてですよ。特になんか重要な情報もないんですよね、ここにね。じゃあちょっともっと島内を探索してみよう。じゃあ海岸の方行ってみるか。そうそう、伝説のペガサス探してんだったよね。何何？一生の家？一生の家って何？ちょっと気になるが。じゃあちょっと一生。てかこの真ん中気になるよね。これ何？この木何？何これ？不思議な島。じゃあ一生さんって誰？鍵かかってる。こじ開けろこじ開けろ、気になるから。でこっちからか。でここに祠があるんだけど、うわ、はい、宝箱、オーブある。でも鍵がかかってるからダメ。じゃあちょっと町に戻って別の方を探検しようか。わあ、こんなところに祀られてる黒宝箱。金のロザリオ。装備だね。いやあ、ここにも何もなかった。じゃあ、そんなフーラさんに、金のロザリオ。よし。関係ないとこ来ちゃった。いやあ、きっと。なんかのイベントで来るんだろうな。全然関係ないとこに来ちゃったな。シャークスキンめっちゃ手に入るじゃん。いやー、ここの人たちも何か情報握ってないかな。いや、本当に何していいかわからん。ゆっくり休んでてくださいと言われましたけどさ。あ、宝箱発見。シャックスキンめっちゃ手に入る。あ、地下もある。もうだからなんだぐらいのとこだな、本当に。しまった、もう本当にだからなんだしかない。ジャンプ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 、宝箱を取らせろ。取れた。扇か、まあ、それはいいとして、いた、あったあったあった、イベントあった。さっきいなかったじゃん、来た時には。あの亀様だよね。ここで待っていれば会えると思っていました。クローズの声だ。クローズがいた。一瞬あの亀がクローズかと思った。あなたは知らなかったでしょうが、この部屋は村に何かが起こった時、亀様を避難させるためのものなのです。
なんでそんなこと知ってる？この島に来られたということは、飛竜を手に入れることができたのですね。おめでとうございます。次にあなたが何を求めているのか、私には分かっていますよ。何？ペガサスを探している。あ、そうだやべ、忘れかけてた。エテーネの大地で眠りについたとされる伝説の天魔ペガサスを。この亀様こそがペガサスなのですよ。は？かつての戦いで力を失ったペガサスは亀様に姿を変えて生き延びました。そして今は深い眠りについているのです。そういうことね。亀様に力を与え、再びペガサスの姿を取り戻させるには天使の花が必要となります。天使の花って、清き水の洞窟に咲いていた花は焼き尽くされていました、ね、ですがあなたならきっと新たな花を手に入れられるでしょう。どうして？さあ、天使の花を探しに行ってください。この島のどこかにその鍵があるはずです。相変わらずうさんくさくてわけわかんねえこと言うやつだぜ。天使の花ですか？もうないのにきっと見つけられる、何かの謎かけでしょうか？考えてもしょうがないわ。とりあえず動きましょう。